皆さんこんにちは、鈴木ひろしです。今日は本日オープンする世界初の指定型テーマパーク、ドリルランドのオープニングセレモニーにお邪魔しています。イエーイ。このドリルランドは地下500メートルに建てられた地下最大のテーマパークで、ドリザラ協会と地底王国が共同で開発した夢の一大メジャーランドです。おや、ゲストに招かれたおなじみのドリラーたちが集合したようです。一匹狼のアウトロー、ゴリアタルさん、世界一の女性ドリラー、アンナ・ホッテンマイヤーさん、ドリラー研究所が誇る高性能ロボット、ゴリンガー Z さん、という言葉も話す天才健太の誉れ高いあっちさん、そしてドリラー界のヒーロー、我らが森進さんです。こんにちは。いやー、そうそうたる顔ぶれですね。そしてここドリルランドのプロデューサーのルイードさんです。いやいや、どうもどうも皆さん、この度ドリルランドの建設を任されましたフルイードです。かねてからドリラーを題材にしたテーマパークを作りたいと思っていました。本日はどうぞ楽しんでいってください。そして最後はドリラー協会会長、堀海蔵氏の自然王国の王様が登場です。ここにドリルランドの開園を宣言する。さて、準備は整ったな。そうですね、完成にこぎつけましたし。それではお前らはアトラクションの準備に取り掛かれ。もう
仕事終わりじゃないの？バイト代いらないならもう帰ってもいいぞ。さて仕事に取り掛かるぞ。早速ドリルランドへ行ってみよう。でもどうやって行くわね？ドリルランドへようこそ。あ、皆様招待状をお持ちですね。ではこちらへどうぞ。あ、あんなところにエレベーターがあるわん。さあこちらへ。それでは行ってらっしゃいませ。どこまで降りていくんだろう。ドリルランドは地下500メートルに建てられた巨大テーマパークです。ドリラー協会と地底王国が開発した夢のレジャーランドをどうぞお楽しみください。うわー、すごいすごいすごい。これがアトラクションだわん。うん、これ面白そうだね。入ってみる？何何？参加できるのはお一人様です。だって。ロボットでも参加できるのでしょうか？大丈夫だろ。しかも参加っていうか実際に挑戦するらしいよ。仕事でもないのに無駄に体を動かすってのもなんだな。まあ、いいじゃないの。せっかく来たんだしさ。さあ、どこに行きますか？ここに決定。このアトラクションの参加は女性の方専用だとさ。じゃ、僕しかできないね。ん？あと男性の方を一人連れてきてください。だって進むはと、あれ？いない。まあ、あ、アンナ、これ面白そう。進む、いいから来て。ちょっとどこ連れて行くのさ。地下に潜む悪魔を倒す、今とは別の時間、別の世界の物語、ドルアーガの穴へようこそ。よし、行くぞ。ラッキー。ラッキー。トー。ラッキー。
よし、行くぞ。ドリフトーン。バリア。ラッキー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 。
やったな。あ、すすむが出てきたわん。はあ、なんなんだよもう。いきなりブロックの中に押し込まれて長い時間待たされるし、変な格好させられるし。なによ、なんでお姫様役じゃなくてドルアーが役なのよ。そうぼやくな。さっさと弁当食って次の回の準備をしろ。今日のお弁当は卵焼きが入ってますよ。ヘグリさん大好きでしたよね。いやー、美味しそう。単純だな。ストップにポイントが貯まったわ。ポイント貯まったらどうなるの？お店でドリラーカードやグッズが買えるみたいだよ。次行くわ。どこ行くわ？いろいろ売ってたり見学できたりするショッピングモールがあるみたい。プチ、はしゃぎすぎ。さあ、どこに行きますか？ここに決定。ここに決めたのだ。対象誰でも OK。 やった、僕にもできるのがあるわ。え、他のってできないの？そうだわん。看板には書いてないけど、他のは全部身長制限に引っかかるわ。そりゃ犬だしな。ああ、犬をバカにしたわね。許さんわ。プチ冗談だよ。ほら行こう。もう、ドリルを手に世界一周の旅に出かけましょう。ワールドドリルツアーへようこそ。
やっぱり普通に掘り慣れてるってのはいいな。そうだね。なんか世界は一つ、人類は皆兄弟って感じがした。犬は出てこなかったわん。世界中の犬仲間を見たかったわん。でも楽しかったからいいわん。おい、ポイントはたまったか？うん、ちゃんと溜まってるよ。おお、そうか、よしよし。いやあ、皆さんどうですかな、このテーマパークは。楽しませてもらってます。いやあ、ポイントがなかなかいいぞ。そんなことばっか言ってんなよ。ゆっくりしていってください。お楽しみはまだまだこれからですよ。特にドリルランドの最大のアトラクションもお楽しみにしていてくださいね。それでは私はこれで。
最大のアトラクションってなんだろう。よっしゃ、次はどこだ。さあ、どこに行きますか。一人で入場。